このブランドのダウンジャケットを着てる人はこんな人だという勝手なイメージをお伝えしていきたいなと思います。だいたいこれ着てる人でね、黒の SUV に乗って横刈り上げてるっていうところが、非常に多いかなと思います。はい、本日ですね、このブランドのダウンジャケットを着てる人はこんな人だという勝手なイメージをお伝えしていきたいなと思います。ということで、僕が持ってるダウンジャケットでいろんなブランドあるんですけど、街中とかで見たら、あ、こういう人多いよねとか、このブランド着てる人ってこういう人多いよねっていう話をね、独断と偏見でしていきたいなと思いますので、よろしくお願いします。まずはですね、一番最初こちら、このモンクレールなんですけどね、このモンクレールのロゴよく見ますよね。これどういう人を着てるかっていうとね、だいたいこれ着てる人でね、黒の SUV に乗って横刈り上げてるっていうところが、非常に多いかなと思います。ほんでもう一個言うなら、薄めのサングラスかけてるってね、ちょっと目が見えるぐらいのサングラスかけて、これ着て SUV 乗ってたら、だいたいあの人モンクレール着てるわっていうような感じになってるので、モンクレールを着てるっていうのはこういう人が非常に多いよねという、あくまで独断と偏見でお話しておりますので、こんな感じで見ていただければなと思います。細かいスペックの話は一切今日はしませんので、よろしくお願いします。そして次がですね、こちらズドン、パタゴニア。パタゴニアってね、なんかね、冬場になったらあんま見ないんですよ。だからね、どういう人が着てるかっていうと、ちょっと変わってる人、学生時代とかで思ったでしょ、なんかちょっとこいつ変わってんなっていう、ああいう人ってね、大体バックパッカーになってね、世界中旅行き出すんですよ。そういう時に大体バックパッカー、パタゴニアのダウン着がちっていうことなんで、ちょっと変わってる人が多いっていうところが、パタゴニアの特徴となってます。だから夏場とかのバギーショーツは変わってない人でも、普通の人でも履くんですよ。でレトロ X までは行くんやけど、秋ぐらいまでは着るけど、冬場着出すってことは、ちょっとあの人変わってんなというのが、あくまで独断の偏見のお話なんですけども、そういう印象があるよねということです。そして次がね、皆さん大好きノースフェイス、こちらですよね。もうこれはどんな人っていうと、めちゃくちゃ切ないですよ。ダサいダサいとよく言われる。なんかノースフェイス着てるやつってダサくないって言われがち。本人は全然悪ないのに、周りの人とかにちょっとなんか自分がおしゃれやと思ってる人が、いやなんかノースフェイス着てるやつってダサいよな、量産家だよなって言われがちです。やけどそれでもそれに耐えながら着てるっていうのがノースフェイサーでございますけども、まあそういう人が着がちっていうのがノースフェイスですね。次はね、こちらタトラスを行きたいなと思います。タトラスはね、僕もね、去年ね、これ買いに行こうと思って、阪急のメンズ館っていう梅田にあるとこ、大阪の梅田にあるとこにパーって行ったわけなんですよ。ほんならね、びっくりするぐらいキャバ嬢多いんですよ。タトラスってキャバ嬢の店なんていうぐらいキャバ嬢がいっぱいいてるから、もうこれはですね、大体タトラス着てる人は夜の仕事しがちっていうのが、僕の勝手な独断と偏見のイメージなんですけども、今度皆さんも近くのタトラス行ってみてください。なんかキャバ嬢多くねって思うことがあると思います。まあ僕が行った時期なんかもしれんけどもね。で、次がですね、こちらズドン、ナンガ。さっきノースフェイス言われてた、なんかノースダサくね、みんな着てる人多くね、やったらノースやるぐらいやったら、ちょっと知ってる人とかはなんかの方がよくねとか、なんかそういうちょっと代わりの案として出てきやすいのがこのブランドなんですけども、じゃあどういう人着てるかというと、僕の知ってる限りで言うと、なんか着てる人っていうのはだいたい2通りです。1つまずおじさんか、2つ目キャンプ好きか、だいたいこの2つにはまります。色味がね、もともとおじさんっぽいという色味もそうなんですけども、たまに若い子でも着てるんですよ。え、若いのになんか着てるんですねって言って、ちょっと珍しいなと思ったりして、ようよう聞いてったらだいたいキャンプしてます。あ、僕はキャンプめっちゃ好きなんですよ。シュラフもなんか使ってるっすみたいな感じで、あ、なるほど、それで実績があるんだねっていうような感じなんですけども、だいたいそういう感じ。もちろん若い方来てる人もいてるし、キャンプ好きじゃない方も来てるけど、多くの僕の勝手な独断のイメージでお話をさせていただいております。そして次がですね、こちらカナダグース。このダウンジャケットはね、なんかね、一つ矛盾に気づくんですよ。なんなんかというと、めちゃくちゃセレクトショップで売ってる割に着てる人めっちゃ少ないっていうね。あれ、なんかセレクトショップでは山ほど見るんやけども、街でそんな見えへんよねっていう、なんか不思議なダウンジャケットなんですよ。で、結果的にはどういうことかというと、女性に多い。カナダグースイコール女性に多い。じゃあ男性は同じくみんなセレクトショップで買ってるのにどこ行ってんねんって分からないけど、だいたいタンスの肥やしになりやすいダウンジャケットっていうイメージがありますけどもね。僕自身も完全にタンスの肥やしになっております。それがカナダグース。そして次がですね、こちら水沢ダウン。水沢ダウンもね、非常にいい値段してて、やっぱりメイドインジャパンやからね、いいですよね。でね、この水沢ダウン着てる人ってじゃあどんな人なんかっていうとね、頻繁にセレクトショップに通ってる人が多いです。非常に僕セレクトショップ大好きですっていう人が、この水沢ダウンには多いですね。っていうのもなんでかっていうと、水沢ダウン最近でこそ直営店も出てきたんやけども、もともとってセレクトしかなかったんですよ。だからよくセレクトショップ行ってる人は、何このデサントのダウンジャケットっていち早く気づいたわけなんですよね。だから結果、人とかぶらんからええやんって気出したら、セレクトショップ行ってる人らはなんか水沢ダウンみんな着てるみたいな状態になるので、だいたいセレクトショップ行きがちっていうのが、こんな水沢ダウンになっております。そして次がですね、シュプリーム。ここもダマシュプリームですね。まあシュプリームはね、いろいろ言われたりしますわ。なんか
どうのこうの言われてるけどもね、これどんな人が多いかっていうと、めちゃくちゃ見た目いかついんやけど実は優しいっていう、うわ怖と思ってね、ちょっと怖そうやなって、まあ包みとか入ってたりとか、もう刈り上げでも横フェードでない、もう地肌見えてるような人で、もうひげ生やしてもうサングラスもかけて一括そうやねんけど、喋るとめっちゃ丁寧で、めちゃくちゃちゃんとしてる人、おばあちゃんの横断歩道を助ける的な人ない、そういう人が非常に多いというのがこのシュプリームのダウンジャケットで、大体そういう人はね、ネイルサロン経営してます。それも勝手ない意見やけども、大体ネイルサロン経営しがちね。男の人のネイルサロンなんですか、僕もやってないで、ただ経営してるだけですっていうような人が、シュプリームに非常に多いということになってました。で次はですね、モンベルですね。このモンベルはじゃあどんな人が来てるのかというと、非常にコストパフォーマンスがいいことは皆さんもご存知ですよね。じゃあモンベル買えばいいやん。でモンベル買いました。でもなかなかみんなインナーで着がちって、モンベルアウターで着る人ゼロ人説っていうことなんですけども、なかなか少ないですよ。登山してる人はアウターで着る人多いんやけど、街中で、モンベルのダウンジャケット探そうと思ったらなかなかおらんねんけど、パッて1枚脱ぐと大体モンベルのインナーダウン着てるんですよ。だからモンベルは中に仕込まれがちっていうのがダウンジャケットの特徴ということになっております。そして次がですね、こちらアークテリクスですね。アークテリクスといえばですね、これね別に何もおもろないんやけどね、イケてる親父が着がち、イケてる30代以降って大体アークテリクス着るんですよ。単発でちょっとヒゲ生やして、伊達メガネとかかけてる人大体アークテリクス着てますから、だから服隠しといてね、顔だけ見てくるでしょ、この人アーク着てるってすぐ分かります。そういう感じのちょっとおしゃれな感じにしてる人が大体アーク着てるので、アークといえば都会派の男性という感じですね。でたまに、アークあなた着てんのみたいな人言ってるんやけど、そういう人はね色物着てます。黒は大体イケオジが着るって決まってるんですよ。だけど色物着てる人はねちょっと変わり者とかっていう可能性がありますので、そのイケオジのいかにもアークテリクスやなっていうタイプじゃない人はカラーモンを着る人が多いということになってます。こんなこと言うといつか刺されるかもしれないけど、で次はですねこちらストーンアイランド。ストーンアイランドって言ったらね、皆さんも今思ったでしょ、ストーンアイランド聞いたことある、聞いたことある、それ以上はないんですよ。だからストーンアイランドって街で見たことないダウンジャケットなんですよね。実際店舗あるのは知ってるし、見たこと店舗も見たことあるんやけども、街で着てる人ゼロ人説っていうのが、このストーンアイランドのダウンジャケットということになっております。もしね街中でストーンアイランド着てる人見たよっていう方がいらっしゃったら、その方はねその日いいことがあると。そして次がですね、最後ピレネックスですね。でこのピレネックスに関してはね、知る人は知っているモンクレールの下請けをやってたんですね。モンクレールのダウンの綿を担当してたっていうところもあって、やっぱり本物志向の人が非常に多いんですよ。だから女子とかはあんま分かってないかもしれないけども、男の人でピレネックス着てるっていうのは必ずダウンにこだわりのある人が多くなってくると。で最後がですねエクワックスですね。これねどんな人着てんのっていうと、とにかくうるさい人着てます。どううるさいかっていうとね、今回のテーマもそうだけどね、ダウンのイメージって言うんだけど、エクワックスは中綿ですとかね、エクワックスの着方とかもね、いろいろ細かい設定がいろいろこだわりがあります。だからちょっと間違えたことしたり、ちょっと違うことしたり、それお前ちゃうぞって絶対指摘されますので、エクワックス着てる人は少しこだわりがある人で、人によってはうるさい人もいてるということなんで、気をつけていただきたいなと思うんですけど、あとよく見るのがね、エクワックス着てる人大体帽子まっすぐつばかぶりがちっていうね、なんか薄っぺらいキャップにまっすぐのキャップかぶってる、まっすぐのつばのやつかぶってるのがエクワックスあるあるなんですけども、まあそういったことで今回はですね、ダウンジャケットのイメージ、買ってないイメージ、こういう人よく着てませんかみたいな感じで、具体的にあの人とかは分からないけど、言われたらなんかおったような気がするっていうようなね、何のためにもならん話を今日はしてみました。まあたまにはね、ダウンジャケットの性能とかそういうところばっかりじゃなくて、まあこんなね、あっさい話もいいかなということで、今日はそんなところでお話しさせていただいたっていうのがね、このブランドのダウンジャケットを着るのはこんな人だという、独断と偏見で、お話しさせていただきました。もしね、誰かにこうきつい当たりしてたというところがあったらね、大変申し訳ございません。ということでまた別の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。